では、スタートいたします。ファッション。はい。ファッションはですね、矢吹先生の本では、その時には日本語では筋膜って訳すんですね。なので、一般的には筋膜。ファッシアとは、筋あるいは他の構造物を覆う肉眼視が可能な繊維性結合組織と呼ぶと。だけど、この頃ちょっと曖昧なんじゃないのっていう話がありました。で、ですね、ギンベルトっていうですね、先生が、去年も学会来てましたけどね、その人がファッシアっていうものに対して、筋肉や臓器を覆うだけのものから、全身につなら、つらなるですね、広範な構造形として捉えられるということになってきたと。で、この新しいファッシアの認識のためには、筋膜という用語は不十分だ。ですね。で、筋膜じゃないっていうことです。だからファッシアと筋膜というのは別物として考えています。で、結局、ファッシアって何かっていうと、繊維性の立体網目状組織、こういう組織です。左上にある。ということは、一般今、日本で言われているのは、あわあわの層。ことをファッシアと呼んでいいと思います。ただそれだけ、あわあわの層だけじゃなくて、そこにある細かい血管とか脂肪とかも含まれてくる。ということですね。で、神経も含まれます。そして我々がこれまで筋膜として認識していた膜様の構造物、ここで膜様構造物っていうのは、我々膜だって言ってたんですけども、何膜何膜ってね、この後も出てきますけども、この膜様の構造物のことを膜と言っちゃってるんですね。見えるから、膜っぽく。ですね。で、それはミクロレベルでは周囲の構造と明確に分離できない。ですね。このファッシア自体は多層性の膜構造ではなく、で、術者が膜を作っている。で、ファッシアを切ると網網のものがペターっとなってきて、重なることによって膜っぽくなるよ。だから、今日はファッシアとか膜様構造物という単語を使っていきます。で、日本整形内科学研究会っていうので、ファッシアというのを日本では定義しています。で、簡単に言うと、医学的にはネットワーク機能を有する、目視可能な繊維性構造で、ネットワーク機能っていうのは、例えば腹膜刺激があった時に、腹膜刺激症状で痛いってなります。ということは、神経が通ってるわけですね。様々なものを伝達してるわけなんです。そういうものをネットワーク機能って言いますけども、そういったものを、で、目視可能な見える繊維性の構造で。で、一般人に対しては、全身にある臓器を覆い、で、接続っていうのはネットワーク構造ですね。情報伝達を担う繊維性の立体網目状組織。ですね。と言われています。で、これ、膀胱子宮下です。で、膀胱子宮下の腹膜だけ薄く切っていって、で、そこで右のように持ち上げる。ここに出てくるのがあわあわの層で、ファッシアです。ちょっと脂肪がついています。じゃ、その時に、この手術において、例えば TLH ですね。ここでファッシアをどこを切ったらいいのかなということを考えるわけです。で、そこから考える。この辺にあるのが膀胱の一部ですね。じゃあ、1番か、2番か、3番。ということになる。で、それに対してもう一個考えるのは、この手術は良性なのか悪性なのかでも考えていいよっていうところの話まで最後持っていきます。なので、正直言うと1番、2番、3番どこ切ってもいいです。ただ私はどこを切るっていうのは決めてるっていうところですね。で、外科のですね、教科書書いてる篠原先生ですね。篠原先生の、ここで、この先生も、もう実は10年前ですね、2012年の論文から言ってるんですね。筋膜論ということで、ここに出てくる、蜘蛛の巣のような組成結合組織が張った隙間。これを剥離可能層、あわあわの層を剥離可能層って言ってるんだよって。で、層を分け入ることによって、蜘蛛の巣、このあわあわの層は両側に分かれていくんだよ。そこは剥離していくっていうことになってるよって言われてます。なので、じゃあイメージとして、このあわあわの層をちょっと網として考えたときに、じゃあこれを何分割できるのかっていうと、今イメージとしたら、できるかってことになるわけですね。例えば、TLH の時に無駄にあわあわの層をなんとかなんとか分け入っていった時に、ちょっと膜様構造物っていうのができる。この辺も膜っぽい。これ新しい膜じゃねって見つけちゃったんじゃね、新しい膜っていうことになるわけなんですけども。けどこれってファッシ、今はファッシアがただ集まっただけだよね。どっか切って集まっただけだよね。こうなるのかなってなると、実際は違って、例えば一番上でメスを入れた時には、ここで切れた時に血管と下に脂肪がある時に、血管には少ししかファッシアがつかない。脂肪にはたくさんのファッシアがつくわけですね。なので、ファッシアの厚さが変わるだけで、そこに膜っぽいものができる。なので、その膜様の構造物っていうのは、どっかに最後ぶつかっていくんです。血管だったり脂肪だったり神経だったり。で、そういうふうに、ぶつかっていった時にできる厚みのファッシアの層を膜様の構造物だと呼んでいます。
つまり、これギンベルトの教科書からパクってきましたけども、いろんな脂肪がちょっと厚いところ、薄いところ、要はですね、世の中の組織のところっていうのは粗密があるんです。粗な部分と密な部分があって、粗な部分っていうのを剥がしやすい。密な部分っていうのは、やっぱり脂肪とか血管とかあるから剥がしていくと出血していくわけですね。なので、粗な部分を切っていったとき、この辺とこの辺がそうだなと思ったときに、粗な部分を切っていくと、そこに今度は密な部分に膜、表面に膜ができてくるわけですね。そうすると、膜っぽく見える。だから膜様構造物ってなるわけですけども、その集まる部分を私は、これ私が付けた名前なんで、誰も使ってないです。膜の元ってものです。あ、谷村先生この間使っておりましたけどね。うん、膜の元。だから膜の元になるところにベタッとくっつくんだよ。それが脈管、血管ですね。それから神経、脂肪、臓器などが膜の元になりうるということになるわけです。なので、世の中にある、今ある筋膜論争です。そこに筋膜、ここの筋膜を切るんだ、切らないんだ。そんなとこ筋膜ありますかってところ、未だに私もですね、そんなとこ筋膜ねえんじゃねえとかっていうふうに思うときもありますけど、結局それは何かっていうと、ファッシアの集合体としての筋膜なので、筋膜のあるなしの議論をするならば、再現性があるから。みんなが作れるから。まず一つ。新しい膜作りました。けど、この症例しか作れませんってなったら、それただファッシアが集まっただけだよね。そしてその膜が非常に使えるかどうか、この手術で使えるかどうか。そうすると、例えば婦人科の手術で癌の時に使う時っていうのは、膀胱下腹筋膜とか、尿管下腹神経前筋膜とかですね。って言ったような、膜なんです。これは、悪性の時にそこを切りますよって、そこに膜を作ります。っていうところ、実はそれは、その膜も、実はファッシアの集まりであって、そこにピタッともともと膜があって、そこに向かって切っていくんじゃなくて膜を作っていくっていう作業です。で、その誰もが作れる膜の特徴っていうのは、実はその下腹神経前筋膜だったら下腹神経とか尿管のところっていうふうに膜の元がある。で、そこの膜の元のところにファッシアが集まってきて膜様構造物になる。ですね、膀胱下腹筋膜っていうのは内腸骨血管のところに膜ができる。膜の元が内腸骨血管になるということです。そして膜の元の間が比較的粗なんです。だから、層、密、層、あ、違う、密、層、密か。で、密と密の間に層な部分があって、その層な部分を分け入ったときに、密な部分に膜様構造物ができるんだよっていうことになるわけですね。で、まあ、筋膜論ですね。その、筋膜作れて、なんとか膜を、見ながら進めていくんだみたいな話になりますけども、結局、その、膜理論っていうのはですね、実はすごい大事で、私も手術中考えるんです。で、それはみんなが作れる膜だったら、この手術を実践していくっていう点で、剥離を通じて、いかに層で分離し、まあ、取るべきものを取り、残すべきものを残すのかっていう、ということで、この膜を切っていく。でね、直腸、こういう筋膜って言ったら、直腸に入り込まないために、膜を集めてですね、直腸の周りに膜様構造物を作ってるわけですね。それを追いかけていけば、直腸に入り込まないっていうところの考え方です。なので、そういうふうに膜様構造物は、そういうふうに考えていくんだよ。だけれども、今日はその手前です。なんで、膜様構造物を作るだったら、じゃあファッシアのどこを切ったら、膜様構造物がどうできるのかっていうことを考えるわけです。そうすると、さっきの手術になるわけですね。さっきの手術で膀胱子宮下腹膜を、じゃあ1番できるのか、2番できるのか、3番できるのかってなったときに、まあこれ TLH で子宮を取りますということです。それに対して、まあ1番で切ったら、上には薄い膜、下には厚い膜。2番だったら上にも下にも筋肉。3番だったら下には薄い膜。で、上に厚い膜ですよね。っていうことになるわけです。で、そこで考えていきましょう。で、その時にじゃあどこで切るかっていうところは、私の場合はこれは3番です。子宮、良性だったら。で、悪性をやってる先生方で2番で切るって先生がいます。なぜかっていうと、癌に少し癌がもしかしたらファッシアのところに入ってきてるかもしれない。だったら、がんに少しでもちょっと厚みを持たせて、取るべきもの、子宮ですよね。子宮とか膣とか。で、厚みを持たせて取りたいから、要は、膀胱ギリギリで切りたいって言ったら一番です。私の場合は、良性手術をやるので、そしたら、膣ギリギリ。で、膣に膜をつけとるのを作りたくない。逆に言えば、膀胱を損傷したくないので、膀胱に全部厚い膜をつけてあげる。だから3番を切るわけです。っていう風にして考える。ということですね。で、じゃあ、押し潰すっていうやり方もありますね。あわあわの層をベタッと潰す。例えば、雪が降った状態のところの中で踏みつける。それと同じですね。そういうのをドン的剥離っていう単語で言われることが多いです。A 的剥離っていうのはスパーンと切っていく。それに対してドン的剥離っていうのはこうやって押し込んで、あわあわの層をこうやって押し込んでいくっていう
行為もありますよね。じゃあ、動的剥離と英的剥離でどう違うのかっていうところで、今回は、先生方にですね、先生方の手術を見ると、英的剥離と動的剥離両方やってるんですけども、その使い分け、なんでそういうふうにやるのかなっていうことを今度考えていくことになります。で、英的剥離と動的剥離をですね、今度ずっと考えてたんですけど、いい定義がないんですよね。で、みんな言うことバラバラ。っていうことで、これは私なりの考え方です。で、剥離っていうのをまず考えます。剥離って何だって言ったらですね、剥離って剥がしていくってことなんでね。で、その時に何かを露出させる。まあ、解剖だったら防湿って言うんですけどね。例えば血管とか尿管とか神経とかっていう、そういった何かを出すために結合しているものを離していくわけです。なので、脂肪を剥がすとか。例えば、リンパ節覚醒の時の剥離って言ったら、リンパのところと血管の膜を切っていくっていう感じになりますよね。そういったもの、膀胱、子宮かさっきのやったら、膀胱と膣の間で膣を露出させたい、また膀胱を露出させたいから剥がしていくっていうことを剥離と言います。で、それに対して、英的剥離っていうのは、簡単に言うと、さっきで言うと、ここですよね。点で切っていく。点または線で、ピーッと切っていくという剥離。それに対して、動的剥離っていうのは、潰していく剥離なんですけど、私の中でこれを考えていくとですね、動的剥離っていうのはどうも2種類あるということに思いついたわけです。さっきのファッシアを押し潰すっていうのはこの2番です。もう一個はこのみかんの皮むきを考えてもらうといいんですけど、みかん、ふわっとむけるみかんですね。って言ったときに、みかんの、例えばヘタの部分を持って、ここですね、で、ビーってやってもむけていくわけです。そうすると力を入れてるところがヘタなのに、それ以外のところに、がブチ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 切れていくわけです。なんで力を入れている部分、と、要は、シールとかを剥がすとかですね。物を剥がしていくときに力を入れている部分と、切れていく部分が違う。それを動的剥離と言おうと。これは私が決めました。で、英的剥離っていうのは力を入れている部分が切る。っていうことにしよう。ことに私が決めました。これは異論があっていいと思いますけどね。で、じゃあ、分離をするときに、結合っていうのは、強い結合と弱い結合があるんですね。あわあわの層みたいにふわっとやることもあれば、内膜症みたいにペカッとくっついているものもある。で、そういうものに対して、この英的剥離と動的剥離をどう使ったらいいのかなっていうことを考えた時のざっくりとした図がこれです。英的剥離っていうのは強い結合でも弱い結合でも使えますよっていう。で、動的剥離っていうのはさっきのあわあわの層とか弱い結合だったらふわふわってやったらすごい早いわけですよね。で、そういったものでも使える。だけれども、じゃあ強い結合でも使うことがある。例えばですね、内膜症で卵巣が子宮とべったりくっついたって言ったときに、そこを英的に切るのか、またはもうむしり取るのかってことですね。もう動的剥離もあるわけです。で、実際の手術では動的剥離で強い結合を、もうしょうがない、ここはもう一気に行くぞかっていうことはあるわけですね。なので、この剥離しづらい層をどう切る、どう剥がしていく、剥離するのか、または剥離しやすい、ふわっと。本来は弱い力だけでも容易に剥がれてしまうものをどう剥がすのかっていうところが、英的剥離、動的剥離の考え方が大事になります。で、より考察します。英的剥離と動的剥離っていうものを切れ方で考える。そして熱で考える。そして出血で考える。で、ファッシアで考える。で、この4つのことを一つ一つ考えながら英的剥離と動的剥離をちょっと深掘りしていきます。で、この切れ方ってことは、要はどう剥がれるかっていうことなんですけど、英的剥離っていうのは簡単に言うと点で切れます。線で切れます。なので、狙った部位が切れるし、狙ったところしか切れない。綺麗な線で切れる。その代わり、デメリットがあります。怖いのは、切ったその奥に何か物があるかもしれないですね。ハサミでジョキジョキ切ったら、あ、血管あった、尿管あったってことあり得るわけです。で、動的剥離でふわってやった時に尿管切れるってほぼないんです。硬いもの尿管ピチャってやったら尿管も裂けるんですけど、ふわっふわってやってるところで尿管切れるわけです。だけど、英的剥離でビビビビビって切ったら飽きちゃったってことはあるわけですね。そういうふうに血管とか奥の組織の損傷を、組織を損傷してしまうとか、間違った層にも切り込んでしまえるぐらい鋭利だっていうことが英的剥離です。それに対して、動的剥離っていうのは、細かい力の入れ加減で剥離したい部分をコントロールできる。そして、いい層に入れば、ふわっと入る。例えば、帝王切開とかで胎盤剥がすときに、一箇所ポンってやったら、あとズズズズって剥がれますよね。そういうのは動的剥離。あれをハサミで切るか切らない。ですよね。なので、いいところに入ればスワッと切る。そうですね。それで、うまくやれば、血管とか神経とか構造が残って、残りのものが剥がれる。あわわもそうな感じです。ただし、直線的じゃないですね。で、稀にというか、やっぱり力の入れ加減によっては、弱い層が剥がれて、弱い層剥がれた後は、今度は脂肪とか血管、細かい血管が切れてから、縮れるような切れ方になってしまうんですね。
で、狙った部位と違うところにも力がかかるので、違うところが切る。だから、ここだけやりたかったのに、どん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 その周囲も切れていく。ですね。周囲がどうなっていくかということを見なきゃいけないのが、ドンデキャンプです。で、熱で考える。熱っていうことは、エネルギーデバイスです。例えば、モノポーラとか、バイポーラ、エンシード、ハーマックとか。そういったものを使ってきたときに、例えば、ハサミとかメスでやったら熱は出ない。だけれども、A 的剥離って言って、モノポーラでピーピーピーって切ってます。A 的剥離で全部やりましたって言ったときに、全部熱くわれてるわけです。基本的に腹腔鏡手術っていうのは。そうすると、熱損傷が必要以上に起こることがある。ことと、もう一個は組織が熱で変性して剥離層が時々不明瞭になっちゃうってことがあります。で、ドン的剥離っていうのは、基本的に熱を使わない剥離。プローブプラスとかでやるので、熱損傷はないんだけれども、エネルギーを使った後のデバイスで、こうやったら、その当たりますよね。よく言われるのはハーモニック熱いですよって言われた時にそこでハーモニックでやった後にハーモニックで尿管ベチャってやったらさすがにちょっと尿管もあっちってなります。やっぱりそういった点での熱損傷は鈍的剥離でもあり得る。次、出血です。出血はもうメリット考えずにデメリットだけにしましょう。って言った時に、要はこういうもの全部オーバーラップしてるんで一個一個完全に分離してるわけじゃないんで、この切れ方のところでのメリットとデメリットに加わってくるんですね。そういった時に、まず A 的剥離ですね。よくあるあるが一番上です。組織緊張は、要はピンと張ってないもの。なんとなく腹膜がベローンってなってるところに対して切ろうと思うとです。まあまあ力入れないと切れないんです。ピンと張ってたら、さーっと切れるんだけど、ベローンとなってた時に切っていくとだん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 力が入ってきて。そうすると、もうちょっと押し込もう、もうちょっと押し込もうって言うと、その下の血管とかを出血しちゃうと。よくあるんですね。それから、まあ、細かい血管もピーってあまり早く切っちゃったら凝固しきれずに切断してる。ね、メスでハサミだってやったら切れちゃう、出血のリスク。そして、切離予定部位、さっきと同じです。ここを切ろうと思ったけど、その奥に血管があって、それも切れちゃった。っていったことで、血管の損傷によっての出血ってことがあります。で、これが、A 的剥離の出血です。そして、ドン的剥離っていうのはよくわかるように、こうやってビーってやって剥がしていったら、プチ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 って血管が切れちゃう。例えば、組織、なんだ、エンジンテナのとこ持ってギューッと引っ張っちゃったら、あ、なんか引っ張っちゃったら細かい血管裂けちゃったら出血したっていうのがありますね。それもドン的剥離の一種なんですね。術や展開していくことで何かを引っ張った時に剥離するつもりはないんだけど剥がれちゃって切れちゃって出血。つまり何を言いたいかというと今日のポイントはここなんです。A 的剥離でもドン的剥離でもデメリットがありそれは出血するっていう。どっちも出血するよってことなんです。そしてファッシア。ファッシアの場合は、ですね、A 的剥離の場合はさっきの膀胱止血のところと同じでパッと切ったら切ったものが両側に分かれる。それに対して、ドン的剥離のデメリット、右下にいます。押し固められる。そうすると、膜用構造物になっちゃうんです。ここ切って綺麗にしたかったのに、ブチッと押しちゃった手前、膜用構造物、なんか膜っぽくなっちゃったことがあるわけですね。うん、それがファッシアで考える一番大事なんです。で、デメリットは明的剥離は常に同じです。ファッシアの奥にあるものも切っちゃうんです。それに対して、ドン的剥離のメリットっていうのは、一番剥離されやすい泡の層でふわっと切れるから、線じゃなくて綺麗なラインで切れる。ふわっと切れるよっていうことですね。粗密に応じた曲線での分離が可能になるということになります。で、まとめますとすごいこれたくさんあるんですけれども、ですね、これいちいち読んでると、まあ同じことっていうことなんですけども、結局何を言いたいかっていうと、まとめて、この4つをまとめると、どっちも出血するよ。どっちも組織損傷するよっていうことなんです。なので、そこを分かった上で考えると、ざっくり言うとです。こういうことです。A 的剥離はスパッと綺麗に切れる。けれども、熱損傷あるよ。それから剥離層変わって奥に入っちゃうことがあったり、違うとこ切っちゃうこともありますよ。で、ドン的剥離っていうのは弱い部分を粗密に応じて、ふわっと離れて、より良いですね、剥離面をたどりやすいっていうのもあるし、早い。いったら、わーっといける。いちいち切らなくていい。だけれども、力に応じてちぎれちゃうかもしれないし、あとは、ドン的剥離のファッシアが押し固められてべちゃっとなっちゃうとか。それで、これは何を言いたかったかっていうと、監視の先端、こういうふうに、パクパク剥離ですね。こういう剥離はどっちなんだずっと思ってた。これはね、先端で一点突破でパカッと開く瞬間は A 的なんです。点でやる。だけど、先端をこうやって開いた後にグイーンって開がったら、口角炎の口の先が裂けちゃうように、そのサイドがちぎれるんです。そこはドン的剥離。なので、監視のパカパカ開きっていうのは、一瞬先鋭的であり、その後ドン的になるんです。電気メスでパーッと切ってるのとは、わけが違う。だからこういう剥離をした時には、鋭的ドン的、鋭的ドン的っていうふうに変わるってことは、これは考えておいていいんじゃないかと思います。で、じゃあどうしたらいいかっていうと、まずですね、組織を見極めることが大事なんです。これはどういう組織なんですか？
そしてちゃんとテンションをかけて、緊張をかけて、少しずつやっていく。じゃないと、ブワーッと切った時に出血する、損傷する。奥の組織を切るかもしれない。で、熱損傷も考えなきゃいけない。ですね。熱い、ギリギリ切っちゃったってことありますよね。で、動的剥離の、やっぱり今世の中でなぜ動的剥離がダメかと言われると、動的剥離っていうのは、避けて出血するってことを一番皆さん嫌うわけです。で、私は実は動的剥離大好きなんです。なので、なぜかっていうと、ちまちまやるからです。なので、動的剥離の良さを引き出す手術を私はしていきたいんですけど、その時にも、どっちも出血するよって、熱損傷したくないよなと思いながら、動的剥離でいかに細かくやっていくか。っていうことを考えます。で、さっき言ったように、例えば直腸と子宮がべったりくっついてるところを思いっきりバンって開いたら、思いっきり直腸に穴開くかもしれない。子宮の血管切るかもしれない。なので、やっぱり過度な力を加えるってことは、臓器損傷を起こす可能性がありますよ。それでもやらなきゃいけない時もあります。できれば A 的にやりたいけど、これも無理だとか。例えば尿管が交換膜こういうにベタっとくっついてて、そこをどうしても尿管剥がしたい。ってなった時に、尿管を、じゃあエネルギーデバイスで A 的に切りますかって言ったら、これ熱加えたくないよなってなった時に、このぐらいの癒着だったらちょっとバチってやって、うまく剥がれんじゃねえって、すんごい硬いやつで一回見たことあるのは、ビッてやったら尿管が裂けたと見たことあるんですけど、そこはまあすげえくっつきだったんですけどね。だけど基本的には、動的でもいいんじゃないということで、その、要は、組織を見極める、想像することですね。この状況だったらこっちがいいんじゃないかなっていうふうに状況判断していくってことがあります。で、最後にですね、ちょっと剥離とは話が変わるんですけども、手術目的と手順です。っていうことをちょっと今回の動画で考えました。ですね、手術を何のためにするかってことですね。で、それに対してやっぱり手術哲学を私と同じ手術哲学を持ってくれとは言わないです。皆さん手術をやっていく上で上司から教わったり自分の経験に基づいてこういう手術をしたいんだって言ったその手術哲学もあるわけです。で、いろんなウェブセミナー見ると、あ、この先生こういうやり方するんだなって見てて、私見てて面白いです。全員が一致しないのも面白い。だけれども、手術を私は基本的に考えていることっていうのは患者さんと事前に約束するわけです。あ、この手術しますよ。こうしますと。あなたの目的こうですよね。ね、卵巣を温存しますよとかってことも含めてですね、目的を全うしなきゃいけないです。自分が好きなようにやるわけじゃなくて、患者さんの願いと、こちらが提供できる医療と、そこと、医学的に必要なことと、そこをすり合わせるのが実前の話であって、じゃあこうしましょう。この時だったらこうします。っていうふうにするってことが手術の目的なんです。でそれに対していろいろ考えなきゃいけないんです。で、私が一番大事なことは、安全性と確実性。そして、この頃の TLH が、低侵襲じゃない TLH をたくさん見るので、まあ、これやりすぎじゃねみたいなですね。なんでやっぱり本当に低侵襲なのかなっていうのも考えていて。で、それに今度はちょっと薄い字で書いてありますけども、時間ですよね。時間っていうのは、ああ、もう今日午後から外来で午前中終わらせなきゃですね。オペ室の人が5時に終われってありますね。それから教育です。あ、若い子入っちゃったから教えなきゃいけない。だけどこれ教えられるかなとかですね。ちょっと時間ないし人足りないです。で、あれ試したい、これ試したい、この機械試したい、ありますよね。トライアルも実際手術ではあり得るんです。これトライアルばっかしやってたら、それはもう実験になっちゃうんですけどね。なんでそこのバランスなんです。そして機器です。ああ、今日 NCL の新しい X3 使いたいな。ハーモニックでやってみたいな。ですね。例えば、そういったことで、お金で、じゃあ NCL とハーモニック両方使おうかなって言ったら、それちょっと高くねってなりますよね。なんでコストも考えない。そして、他の仕事。これはですね、論文でも出てるんですけど、オペ中にですね、電話かかってます。先生、病棟の何々さんがこういうこれこうですみたいなですね。そういったことも考えなきゃいけなくなっちゃう。ああ、うるさいってなりますけどね。なので、まあそんないろんなことを考えながらも、けどメインは安全性と確実性。なるほど。これはですね、東京、西にある高尾山です。高尾山に行くルートは実はたくさんあるらしいです。僕、登った覚えはあるんですけど、どこのルート通ったか覚えです。それに対して、これ結局目的は登頂することです。山頂に行きたいって思ったら、じゃあこの滝を見たいのか、ここで休憩したいのか、展望台で見たいのか、っていったことを考えて、あ、自分はこの道行こうってなるわけですね。ケーブルカー行き、楽だな。なので、手術も同じです。どの道を通っていくかっていうことなんです。で、子宮摘出、TLH ですね。TLH の目的はですね、子宮取ることなんです。なんで、今日散々言いますけども、膣炎外を切ること。膣を切って、で、回収して、だんだん縫って止血するっていう手術。なので、
要は、いかに秩序圏外を切るかっていうことをずっと目標にしていく、至急取るまでです。回収はその後なんですけど、秩序圏外をどう切断しようかなって思うってことなんです。だけれども、じゃ手術の時にですね、いろいろ難所があるわけなんですね。例えば、上部靭帯、卵巣、こういう卵巣切除とか卵巣切除っていうのは、術野確保が難しかった。それから出血。尿管の前、動転困難。尿管損傷怖いな。周辺から出血しちゃったかもしれない。パラメですね。基靭帯とか言います。防止吸血合式は、切断の時、切断の後に出血する。この切断後の出血がなかなかやる。で、膣切開。膣が厚かったり薄かったり。膣切開した後出血する。または、帝王切開の器用だったり、癒着と膀胱どうしようかな。内膜症、癒着繊維管あって、この辺硬いな、切れるかな。大型子宮筋腫だったら、まあ、術野の確保、血管が太くなって、土壌してるとかですね。っていう、まあ、中で、もう赤字で書きました。出血と損傷がすごい怖いと。で、出血と損傷が起こるメカニズムを、ざっくりです。考えると、まあ、癒着してるとか、手術工程ですね。普通にやっていく手術工程と癒着を剥がしていく。っていう工程の中で、剥離するとか、切離するとか、切る、剥離する。今日ずっとやった剥離の話がある。その中で、剥離をバンとしたとき、切ったときに、ダイレクトに多臓器損傷する。尿管バッと切っちゃったとか、直腸切っちゃったっていう、まあ、あれなんです。だから矢印遅いです。多くはですね、大体出血するんです。剥がして出血。さっき言ったように、剥離っていうところでは、両方、A 的でも鈍的でも出血するわけですね。そして出血したら止血しなきゃいけない。そういったときに、熱損傷。熱によって多臓器損傷。尿管が一番そうですね。なんで、術後、熱損傷で尿管が狭窄する、または尿管、窒漏が起こるとか、っていうことは、後で穴が開いちゃう。ですね。直腸も大丈夫だと思ってたら、後々穴が開いちゃう。二日目とかに穴が開いちゃうってことありますよね。で、熱損傷で悪くなっちゃったり、あとは、まあ、尿管のところ出血してて、縫っちゃったら狭窄しちゃうってこともあるんで、ちっちゃく狭窄っていうのが書いてありますけども、まあ、結局、多臓器損傷を起こすメカニズムの時に、この剥離と切離という工程が大抵あり、その中で、止血という操作で熱っていうことが問題だと思います。なので、じゃあどうしたらいいかっていうと、まず出血を減らす手術をしたいなっていうことです。なので、無理な剥離をしない。剥離で出血を起こすんだったら、出血をできるだけ減らす。で、出血ゼロの手術ってのは相当難しいです。時々そうやって発表してる先生いますけど、あれは正直言うと僕の中ではチャンピオンビデオだし、どの手術でもできるわけがないし、どれだけ時間かけてるかっていうのも、ちょっと曖昧なところがある。なので、それが本当に低侵襲なのか。もう全部熱で凝固して凝固して、全部熱で、もう絨毯爆撃のようなことをしながら手術してんじゃないかなって思っちゃうことがあります。なので、無出血の手術を目指すことは僕は必要ない。ただし、無駄な出血は減らして。で、必要なシーリングをすること。で、ここは先に凝固した方がいいな。凝固しても大丈夫だな。熱損傷、多臓器損傷を起こさないなって言った時には、プレ凝固するってこともありだと思います。次ですね。止血の工夫です。で止血の工夫って言ったときには、まずエネルギーデバイス。モノポーラでやる止血、バイポーラでする止血、アドバンスバイポーラでやる止血、全部違います。なので、エネルギーデバイスの理解をするという。それから、縫合をするっていうことも止血の工夫ですね。この出血止まんねえなと思ってずっと焼いてたら、あの尿管近いですよって言っても、だってこれしかできないもんっていうわけじゃない。縫合をするとか、酸素セルパウダーを使うとかっていった止血の方法もある。そして、安全マージンを取る。ですね。特に尿管が怖いですよね。尿管が、怖い時には、その尿管から距離を置けるような手術をする。ってことで、尿管を同定するわけなんです。尿管同定の目的っていうのは、尿管から距離を取って何かあった時に止血しても安全な距離を取れるよってことを目安にしています。なので、やっぱり大事なことは解剖を分かる。そして術野展開をする。そして、手順。なんでこの手順かっていうと、私の手順の考え方っていうのは無駄な出血、不用意な損傷を回避したいって思ってやってます。そして、やりやすい部位から。やっていく。で、片方だけをやりすぎない。で、狭くどんどん掘ってて、あ、右の尿管見えた、右の尿管のとこ全部やっちゃおうって言って、すっごい狭いとこ掘ってって掘ってって、これうまくいったらいいけど、出血したらちょっとアウトじゃねっていうことがあり得るわけですね。そういう点で、やりやすい部位からやっていく。ですね。安全を、常に考えています。そして、止血をするときにも安全マージンを取れる。ああ、もうここ焼いても大丈夫だよね。絶対尿管ないよね。で、直腸のとこも大丈夫だよねっていうところの安全マージンをできる限り取る手術。そしてどうやってもやっぱり大きい手術とか大変な手術っていうのは最後スピード勝負になることがあります。もうこれ膣切って最後バーって切って止血しよう。子宮からの出血もそしたら止まるから。その前にできることをしておく。これはちょっとですね、4番はあんまりお勧めできないです。何でも早くやればいいってもんじゃないので、そういったところではないんですけども、安全マージンを取るということは一つ大事です。例えば上部靭帯の切離だったらば、ちゃんとバイポーラで焼く。ですね、凝固性、アドバンスバイポーラでもいいです。
これはハーモニック1100使ってますけども、ハーモニックでやるときもちゃんと無駄な出血を回避するような、ちゃんとシーリングをしてから、後からこの辺からずっと出血、こういうとこからずっと出血するってことはさせたくないし、その中で卵巣は過凝固しない。子宮は取るもんだから過凝固していい。尿管から遠ければいい。ってことですよね。ちょくちょくくっついてないよねっていうことを考えながらやっていきます。で、これは左です。左の、交感膜の包囲の近くにある、ここに尿管が走っていて、子宮動脈があって、ここをずっと掘っていきますかって、ここ掘って尿管全部出しますか、ここ交感膜包囲を全部切れてません、なのって時に、ここをやるんだったら最終的にどうせここ切るんだから、交感膜包囲切ってからここ行った方が後々止血しやすいよね。展開しやすい。何かあった時にすぐパパッと防止して止血しやすい。で、ここでどんどん掘っていって、この子宮動脈の奥も見たいなとか、どん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 狭く掘っていくっていうことはあんまりやらない方がいいか。うまくいけばラッキー。だけれども、ちょっとリスクが高い手術になっちゃう。ですね。そして、例えばですね、さっきのここの尿管のところでいくと、ここで尿管まで見えました。ここまで見えました。で、その時に、要は、房子宮結合子宮を切りたいところに対して、尿管との安全ラインをどう取ろうかな。どこまで出すのか。露出するのかってこともぜひ考えます。で、房子宮結合子宮の切断の、切断。これは、左側と右側があります。私は必ず切断は最後の最後です。切開直前。なんで、左縫えた、切った、その後じゃあ右、まだ右展開してないやって、右展開して縫ってやるって間に、ここ切ったところから一番出血することなんです。で、ここの止血何十します。最終的には、最後、さっき言ったようにスピード勝負で、もう膣切ってからここ出血、止血した方が早いなっていうことがあります。なので、房子宮結合式の切断は、僕の中では膣切開の直前にと思ってるんですけど、この頃見る動画は、なんかすげえ早めになんか片っぽ左だけやっちゃいましたみたいな動画が多いので、おいおい、それでいいんかいって。で、それが自分の哲学であり、これで絶対止血できるっていう技術力があるんだったらいい。だけれども、なんかあった時に、最後、ここのパラメの切開の後のここからの出血が一番怖いので、それを最後の最後まで回すっていうことをちょっと考えます。そして膣切開でも出血します。これ膣切開直後です。その後止血後です。やっぱり直後っていうこういうところ、膣動脈からも出血するし、パラメの切断端の近くですね、仙行子宮靭帯の近く、太い静脈もあります。そういったところの、なんていうんですかね、切断端からも出血することがあるので、そこの時にここに尿管見えてますね。ここに尿管見えてますね。ここの凝固できるよねっていうふうに、膣切開後も尿管からの安全距離が取れているかなっていうことを考えていただければと思います。この手術で考えることたくさんあります。ですね。この患者さんと事前に約束した目的を全うすることに対して、わざわざ危険なルートを通らない。そして無駄な侵襲を加えない。安全マージンですね。尿管とか直腸とか多臓器損傷しないような安全マージンを意識する。そして、さっきいろいろ考えるけれども、教育もしなきゃいけないし、時間も考えなきゃいけないし、使いたいけどこれコストかかるかもしれないしっていうところのバランス、極端にならない方です。私は手術中にできる限り教育して5時半までに終わるっていうことを目標にしてますけども。なので、そういったところですね、そこはやっぱりコメディカルとか麻酔科のスタッフとかとの信頼関係も大事なんですけども、いろいろバランスを考えて、これはちゃんとやらなきゃいけない。例えばね、5時から手術始めて絶対7時までかかるのを教育で若手にやらせてたら、おいおいってなりますよね。そういったところも含めてバランスを考えてやっていただければと思います。